始まるよー。というわけで、今回はドラえもんは一体いつ未来に帰るの、だ。俺この戦争が終わったら結婚するんだ。それ一生帰れないやつ。というわけで、そもそもドラえもんはいつ来たのか。それはアニメと漫画で若干違ったりするのだが、原作では小学4年生の元旦。アニメ、これはノブエモンでも朝ドラでも5年生となってるな。では、一体いつまでいることになるのか。実は、原作ではドラえもんがいつまでいるのかはわからない。ただ、キャラの言動や、状況で推論を立てていくことはできる。コミックス25巻、のび太の結婚前夜。この巻、のび太は将来しずかちゃんと結婚できるのか不安になり、自分としずかちゃんの結婚式を見に行くことになる。ただ、出来外で結婚式の前日に行ってしまう。説明するまでもない、有名な話だな。昔懐かしき、映画館で同時上映もされてたね。この巻で重要なのは、ドラえもんメンバーに加え、出来すぎですら出てくるにもかかわらず、ドラえもんに関しては皆ノータッチだった。もし、この時点でまだ一緒ならのび太と行動を共にしているはずだし、二次会の打ち合わせにいないのもおかしい。でも、たまたまその日は別行動してるだけかもよ。それならば、話題に上がらないのもおかしくないし。いや、おかしいぞ。なぜなら、コミックス42巻宇宙完全大百科。この巻で登場する、宇宙完全大百科端末機で、のび太のことを大百科で調べてみると、のび太としずかちゃんの、結婚式当日の写真を見ることができる。そこには、出来すぎも加えたドラえもんメンバーがいるが、当の本人、ドラえもんは確認できない。ドラえもん本人がカメラマン。とも考えられなくはないが、普通に考えればありえないよね。つまり、のび太が結婚する15年後には、すでにドラえもんはいない。ついでに周りのキャラも、ドラえもんに関して何も言わないところから、すでにいなくなって数年経過している可能性が高い。なるほど、しずかちゃんと結婚するまでいると思ったけど、結構早めに未来に帰ってる可能性があるのね。では、いついなくなったのか。コミックス3巻、僕を、僕の先生に。この巻、のび太は両親が家庭教師をつけようとしたため、全力で拒否、その代わりに未来の自分を召喚し、未来の自分を家庭教師にしようとしたのだ。最終的には高校生の自分までもが来るのだが、高校生ののび太は、ドラえもんを見てもノーリアクションだった。つまり、少なくても高校生まではいる可能性があるってことだね。うむ、引き出しのタイムマシンが繋がるあたり、高確率でまだいることになるだろう。そして、コミックスプラス2巻大きくなってジャイアンをやっつけろ。この巻では、勉強ではなく、ジャイアンを、未来の自分に懲らしめてもらおうと、大学生の自分までも召喚していた。この巻、大学生の自分を呼んで話が終わってしまうため、ドラえもんに気づいているかどうかすら怪しいが、先ほども言った通り、タイムマシンが繋がっているところから、大学生の頃もまだいる可能性が高い。なるほど、じゃあつまりは、大学生から結婚前夜の間にいなくなる可能性が高いね。年齢にすれば、のび太が大学1年生なら、18区から25、6歳だな。そして、さらに追求するなら、コミックス20巻、雪山のロマンス。これは、のび太としずかちゃんが婚約を決意する、14年後の10月25日の様子だが、のび太は風邪をひいて眠っていた。もしまだのび太がドラえもんと一緒にいた場合、お医者さんカバンなどで風邪を治していてもおかしくないはずだ。もちろん憶測でしかないが、でも、結婚前夜もいなくて、結婚の1年前もいない可能性が高いよね。うむ、つまり18区から24、5歳だな。そして、これを入れるかどうかは微妙だが、コミックス14巻、無人島へ A で、この巻、のび太は無人島へ A でしてしまうのだが、注意で10年もの間無人島で暮らすことになる。そして、10年経った頃、SOS 発信機を使うことで、ドラえもんが迎えに来てくれるのだ。ということは、少なくても20から21歳になる頃までは、ドラえもんは現代に残っていることになる。これは、のび太が久しぶりに家に帰るのを臆しているのに、ドラえもんは普通に家に入ろうとした様子からもわかるだろう。のび太がいないのに10年間も居候していたのか。そう、そうなのだ。少し考えづらいよね。だから、もしこれを憶測の材料として考えるなら、20、21歳から24、5歳までの間に帰ったということになる。でも普通に考えるとさ、大学に上がった瞬間に帰るとは思えないし、大学の在学中に何かない限り帰ることもないから、普通に考えれば大学の卒業と同時に帰ったのかな、というのがうぷ主の予測です。ただ、いつか帰っちゃうっていうのも悲しいね。いや、その点は安心しろ。コミックスプラス5巻、45年後、この巻、のび太は一人になりたいと思い、いつもの裏山で昼寝をしようとすると、知らないおじさんが寝ていた。話を聞くと、なんと45年後ののび太だという。45年後ののび太は、ドラえもんに入れ替えロープを持ってくるように頼んでいたようで、それを待って昼寝をしていたようだ。その二人の会話の流れから、
静香ちゃんと結婚してから、二十数年ぶりに会った、という感じでもないので、おそらく、二人の交流は今も続いていると予想できる。おお、それは良かった。ごく普通に接しているあたり、変な別れ方もしてないんだろうね。そうだな、ドラえもんとの交流はのび太が死ぬその日まで続きそうだ。というわけで今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。またのご利用をお待ちしています。